こんにちは、こうです。本日は視聴者さんよりリクエストをいただきましたヒーリング動画をお届けしてまいります。このような内容ですね。お一人目、夜間の食いしめ癖がひどく、その影響で首のこりもあるため、ありがたいです。側頭筋を緩めるヒーリングも試しています。抗菌肥大のヒーリング動画も作っていただけたら嬉しいです。お二人目、長年歯ぎしりがひどく、抗菌が石のように硬いです。顎関節症の動画も楽になりましたが、歯ぎしり改善につながる動画をいただけると嬉しいです。3人目、寝ている時の食いしめ癖があり、朝起きると顎が疲れています。はい、歯ぎしりや食いしめで悩んでおられるということですよね。おっしゃる通り、抗菌、あとは側頭筋が硬くなることで、これらの故障状が強まります。また私の経験上、首、肩、上腕、この辺りの筋肉をですね、緩めることで症状が改善される方が多いですので、今回はこれらの筋肉をですね、緩めるヒーリングをしてまいります。できればヒーリング動画をですね、見られてから、そんなに時間が経過しないうちにですね、寝ていただけるといいですね。それではヒーリングをしてまいります。
はい、完了です。はい、本日は噛み締めや歯ぎしりに、アプローチをするヒーリングをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。どうかご症状が軽減されますように。はい、それでは次回もよろしくお願いします。またね。